はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、少し新企画をさせていただきたいと思ってまして、まあ今現在ジャイアンツ6連敗中でね、まあどん底、まあ泥沼連敗をしてるわけですけども、まあいつもね、すごくたくさんの方からコメントをいただいておりまして、今日はちょっとね、そのコメントに対して僕の見解であったりとか、ちょっとね、すごいたくさんのコメントの中から、まあ、10個ね、選ばせていただきまして、それに関する見解であったりとか、まあ、ちょっと面白い、質問に対しても、ちょっとね、返していこうかなというふうに思っておりますので、ぜひね、ちょっと見てってください。はい、いつもね、コメントいただいてすごくありがたくてね、いつも見てますし、まあ、たまにクスッと笑えるようなコメントもね、あったりするんで、まあね、こういう企画っていうのは定期的にね、やっていこうかなというふうに思ってますんで、ぜひね、最後まで見ててください。よろしくお願いします。じゃあね、10個僕ランダムに選びましたんで、ちょっと一つずつね、僕の見解であったりとか、僕がどういうふうに思ってるかっていうところを、お答えしながらね、見ていきたいと思います。じゃあまず一つ目ね、はい、ちょっと怖い質問が来たら嫌なんだけど、はい、はい、いきます、1個目。勝敗はわかりませんが、3回まで見る限り井上の成長を少しは感じました。ノーアウトでランナー背負うとビビって四球連発してましたが、しっかり持ち味活かしてますね、わらっていうところですね。まあこれ、まあ昨日の動画を見てくださった方がコメントされたと思うんですけども、まあ試合途中にね、コメントしてくださった感じですね、これね。はい。で、まあ、昨日もそうですし、井上投手ね、非常に成長を僕感じておりまして、特にね、右打者のインサイドのまっすぐっていうのは非常に威力がありますし、コントロールもね、非常に、そこに関しては良くなってますと。で、昨日見てましたけども、左打者に対してもインサイドに、ツーシームという球種をね、投げてたりとか、まあ、今まではスライダー一本というか、スライダーに頼ってたところはあるんだけど、まあ、そこにプラスしてフォークっていうところも投げ込んでたりとかするんで、非常にね、まあ、こっから、どういう感じでね、いけるかわからないけども、ちょっとね、このピッチングっていうのは非常にね、いいと思うし、まあ夏場ね、暑くなってきたりとかするんで、まあどこまで、体力っていうのを持つのかわからないけど、でもね、今現状高橋礼投手とか、まあ、まあグリフィン、メンデスとかね、あの辺がいなくて、で、堀田投手もね、ちょっとこう、どうなのっていうところがあるので、そこにね、井上投手がハマってくれればね、非常にいいかなというふうに思ってます。はい、こんな感じでちょっとね、返していきたいと思ってます。じゃあ、二つ目いきます。はい。これ面白いね。サードは打てる外国人がいい。坂本の成績ならレギュラーは無理。結構攻めてるね、これ。結構攻めてるよね、このコメントね。まあ、打てる外国人がいい。まあまあ、わかるんだけど、まあ実際いるのっていうところはありますと。ね、坂本の成績ならレギュラーは無理。まあ、まあこれに関しては僕はそうは思わないというか、まあその、良くも悪くもね、まあ、ダメだと思うんですけど、いつまでもそうなのはダメなんだけど、良くも悪くも坂本さんのチームっていうのは、ジャイアンツあるかなっていうふうに思うので、まあ、その、やっぱり坂本選手、岡本選手あたりがね、やっぱりこう上がってこないと、やっぱり巨人の成績もね、それに比例して、なかなか勝てないっていうのがあると思うので、まあ、いつまでも依存するのは悪い、良くないと思うんだけど、やっぱりそれだけね、偉大な選手っていうところもあるのかなっていうふうに僕思います。じゃあ3問目いきます。ちょっと怖いね、質問がね。はい、こちらになりますと。いくら打てなくても、岡本の後に打つ打者がそれなりに頑張らないと、岡本は歩かれます、歩かされますね、わら。寝ている虎を起こすなと、点々点。門脇がしっかりしていれば、何ら問題ないけどね、わら。個人的意見ですか？意見でした。はい。まあ、やっぱり、岡本選手の後ろっていうのは非常に難しいと。で、坂本選手も、以前ね、インタビューかなんかに言ってたと思うんですけど、やっぱりこう、岡本選手がやっぱり厳しい攻めをされるから、なかなかこう、自分のところで読みであったりとかっていうのがすごく難しい。カズマの後ろを打つのは難しいっていうふうに言ってたんで、
まあ、坂本選手クラスのね、選手がすごく難しいって言ってるんで、やっぱり、なかなかいないと思うんですよね。で、結局歩かされて、ランナー、いるけども、結局得点圏で打てずにっていうところが、毎度毎度続いてるんで、そういったところで、まあ、ヘルナンデス選手が行くのか、どうなるのかっていうところはね、今後ね、ちょっと注力というか、見ていきたいと思うし、まあ、門脇選手がね、まあ、ちょっとね、今現状なかなか出てないと。で、まあ、試合前の練習ですごく安倍監督が、こう、指導してるっていうのもあるんで、やっぱり期待は絶対してると思うし、復活してもらいたいというふうには思ってると思うのでね、そこは、これからね、しっかり見ていきたいなというふうに思ってます。はい。で、次ですね。これ何問目や4問目かな？はいはい。面白いね、これも。はい、4問目いきます。秋広を育成するべき。はい。はい、もう、ごもっともだと思います。僕も、実はね、秋広選手をもっと使った方がいいんじゃないかっていうふうに思ってる立場でございますと。で、まあ、現状、まあ、いろいろなところを見てると、まあ、レフトであったりとか、まあ、ファーストを守ることがあると。で、ちょっとレフトの守備力どうなのって、正直思いますと。まあそこを目つぶって使うか使わないかっていうのは安倍監督の、まあ采配によると思いますし、で、ファーストに関しても、まあ昨日増田陸選手が入ってて、まあ守備見てましたけども、やはり増田陸選手の方が安定感ね、守備の安定感っていうのはあるなっていうふうに感じたんで、まあね、守備の選手ではないので、そこはちょっと難しいかもしれないけど、ある一定のラインまではね、上手くならないと、レフトでもファーストでもなかなか出れないっていうのはあるので、特にセリーグね、DH がないので、だからそこは、まあ、秋広選手の今後のね、努力次第かなというふうに思うし、うん。まあ、それかもう、ベラボーに打つかっていうところだと思うんです。うん。だからそこを、秋広選手が分かって、いるかどうかっていうのが非常に重要かなっていうふうに思います。次、5問目かな。5問目いきます。はい、こちらになります。この動画見たのが楽天戦の後だったんですが、萩尾、増田陸、いいんじゃないでしょうか。レギュラーの人たちももっとファイトを持ってほしい。まあ、これね、いい意見だと思います。僕も、まあ、昨日の試合解説で、言わせていただいたと思うんですけども、やはり、特に僕は、萩尾選手ね。萩尾選手、まあ、結果出てたっていうのもあるんだけども、非常にいいスイングをかけれると。1打席目のカーブかな。カーブもツーベース打ったと思いますけども、あれもまあ、狙ってるボールではないと思うんですよ、おそらくね。だけども、遅いボールに対して、しっかりコンタクトしてるっていうのがあるので、やっぱり振りに行くぞっていう姿勢と、まあ、状態の良さっていうのが相まってね、ああいうヒットになってると思うので、そういったところで、まあ非常にね、ファインプレーもありましたし、で、増田陸選手もね、ヒットは出なかったけども、右打ちをしたりとかね、なんとかしようっていう気持ちはすごく見えてたんで、まあ気持ちだけでは、プロではなんともなれないんだけども、でも気持ちがない選手にいい選手はいないっていうふうにね、僕は思うので、そこはね、この二人っていうのは、非常に面白いんじゃないかなっていうふうに僕も思ってます。はい、次ですね。これすごいね、このコメント。はい。読ませていただきますと。小山くん、てんてんてん。今年はある意味諦めましょう、てんてんてん。今日はいいところ一つもなかった。いろいろびっくり采配だったし、誰一人起用に応えられなかった、てんてんてん。吉野監督より連敗記録塗り替えるかもね。あー、まあね。諦めましょう。まあそうやって言う、意見はわかるんですよ。ただ僕も実際ジャイアンツにいて、やっぱり巨人っていう球団はこう、いつも優勝、なんて言うんだろう。しろっていうか、そういう優勝を目指せっていうふうにね、言われてるような球団なんで、なかなかこう、育成にね、振り切ったりとかっていうのが、なかなかできないと。うん。で、まあ他の球団であれば、まあ優勝を目指しますと、シーズン前に言ってても、まあシーズン入ったら、これ優勝を目指してるようなスタメンじゃないじゃないかっていうふうに、ファンも、思う時はあると思うんだけど、やっぱり巨人の場合はやっぱりこう、うん、そういうことがなかなかできないと。チーム柄ね、できないっていうのがあるので、やはり、まあ、厳しいと思うし、まあ、今現状で言ったら野手ですよね。どう考えても野手ですよね。まあ、今年、ドラフトでどういうふうに取っていくのか、まあ、現役ドラフトとか、まあ、いろいろ、まあ、トレードとかもあったりしますし、多分こんだけ打てないってなると、
途中でね、他の球団の選手を入れたりとか、外国人を調査したりっていうのは、もちろんやってると思うので、まあそこでね、どういうところ、まあそれもね、目先の勝利というところを考えたらいいのかもしれないけども、まあ若手の選手というところを考えたら、そういった補強っていうのも、まあある意味、若手の選手からしたらきついところもあるので、まあそこはなかなかね、共存するっていうのがジャイアンツにとっては結構難しいところなのかなっていうふうに思ってます。はい、次行きます。6問目かな？はい。こちら、いい意見ですね、これ。2番、伊豆口。5番、ヘルナンデスはダメですかね。あと、秋広か、縦岡使ってほしい。増田陸は何も変わっていない。今日だけで判断するなと言われるかもしれないけど。はいはいはい。僕、まあ、2番、伊豆口選手ね。僕は正直あんまり考えてませんでした。はい。まあそれは人の考え方だと思うんだけど、まあ2番に伊豆口選手を上げるんだったら、違う選手を僕は上げたいかなっていうふうに思いますね。まあ伊豆口選手も非常にいい活躍をしてるんで、僕は下位に置いときたいっていうのはあるんですよ。伊豆口選手が打力が弱いとかいうわけではなくて、下位に置いといて、で、上位にね、今、言うたら下位の伊豆口選手とかがいて、上位の丸選手、ヘルナンデス選手が、そこだけは線になってるじゃないですか。だから、そこのラインっていうのはあんまり変えたくないなっていうようなところはね、正直僕の中ではありますと。まあ、それも考え方なんで。でも、この考え方っていうのは非常にいいと思いますと。で、秋広か縦岡使ってほしいっていうところね。まあ結構コメント見てたんですけども、秋広選手を使ってほしいっていうファンの方が非常に多いんで、まあやっぱりこう、未完の大器というかね、こう、育てていってほしいっていう気持ちは、やっぱ巨人ファンの中にはあるんだなっていうふうに、思いました。はい、次何問目ですか？8問目かな？ 8 問目いきます。はい、これ面白いね。もうどうしていい、もうどうしたらいいかわからん。晩作っていうもんかな、これ。晩作つきた感あるけど、守備重視で行くしかないかな。まあ結局、まあそのピッチャーで持ってたから、ジャイアンツっていうのはね、これまで。ピッチャーと、まあ守備力っていうところで持ってたんで、一回こう打線がバーって上がったんだけど、それに伴って、ちょっとね、ピッチャー陣がちょっとこう、なんていう疲れが溜まってきて、ちょっとポッとこう、防御率が上がったっていうのがあるんで、そういったところで、やっぱりこう、もともと打のチームではないので、どう考えてもね。だから、やっぱりもう一回原点に戻るというか、まあ守備重視で、まあ結局、みんなね、まあ僕もそうだけど、まあ打ててないって言ってたけど、結局意外と勝ててたっていうのがあるから、やっぱりその、チームにはやっぱりチームのその戦い方みたいなところがあるんで、そういったところでもう一回ね、守備重視でいかないといけないかなとも僕も思うんだけど、だけど、ピッチャー陣がね、ちょっとね、ちょっとこう、疲労が溜まり始めてるっていうのがあるので、じゃあ前みたいに、守備重視でいって、例えば1対0、2対0、2対1、3対2とか、そういうゲームを、勝ち切っていけるかって言われたら、ちょっとどうだろうって。だから中川さんとか、大勢投手が帰ってきて、メンデス、グリフィンとか帰ってきてね、そういう形になってくると、またそういう風なところもできるかなというふうに思うので、やっぱりそういう怪我人の、進捗度合いとかも結構関係してくるかなというふうに僕は思います。で、9問目いきます。はい、昨日のこれ、多分試合ですね、これね。はい。4回の攻防がすべて、ワンアウト満塁で長野、ワンボールノーストライクからのボール球を空振り。相手がアップアップな時にベテランが何を焦っているのかわからない。昔から器用貧乏で何でも振り回す、ダボハーゼが治らない。野村監督がよくバカにしていたのを思い出した。まあ昨日ね、僕も言わせてもらったんだけど、まあやっぱり、月3つやってるんだけど、昨日ね。2回と4回と5回にやってるんだけど、やっぱりこの4回の満塁での長野さんの月2っていうのは一番、痛いですと。で、この方のおっしゃってる通りだと思います。やっぱり、昨日僕これ、楽天のバッテリーのね、配球を褒めましたけども、やはり相手からしたら、まあ、この回に2つフォアボール出てたと思うんです。で、ちょっともうやばいなっていう感じはありますと。で、まあ、長野さんも、まあ、関口狙いに行ってっていうところだったと思うんだけど、やっぱりバッテリーからしたら、まあ、長打で行かれるっていうのが一番、ね、一気にドーン行かれるのが一番嫌なんで、だからすごく我慢の配球というか、低めにっていうところでね、誘ってたと思うんですよ。なんとかゴロを打たして、良ければゲッツーで帰っていきたい、チェンジでっていうところを狙って、
低め低めにね、こう、なんて言うんだろう、辛抱しながら投げてたっていうのがあるので、そこをね、ちょっとゾーンを上げて、まあ、自分が打てるところを打っていくっていう打撃ができたら、もしかしたら、違う結果にもなったかもしれないですけども、まあ、やっぱりこう、まあ、難しいところもあるし、まあ、昨日は僕は楽天バッテリーがよく、しのいだというか、よく、そこでね、簡単にストライクを取りに行こうと、ど真ん中というかね、ゾーンの甘いところで取りに行こうというふうにしなかったのは、偉かったなっていうふうに思いました。はい。で、最後ですね。はい。10問目。はい。こちら結構、きついね。きついコメント。はい。騎士団の5番はさすがに荷が重い。伊豆口は2番あたりが良さが生きるかも。長野の先発は、結果に関わらず未来が描けない。井上は投げるたびに自信を深めている感じ。大江はマウンドであんな表情しないでくれよ。萩尾は戦う姿勢が伝わってきて素晴らしい。はい。過剰楽器な感じでね。はい。非常にわかりやすい、説明ですよね。はい。で、まあね、岸田選手の5番、まあ昨日の、だと、打順だと思うんですけど、まあ、まあ正直、まあ岸田選手が、まあ上位というかね、5番とかクリーンアップ打ってるっていうのは、多分おそらく、まあチームの打撃のね、状態が良くないからっていうところは、もちろんあると思いますと。で、泉口選手の2番なんですけど、まあ僕の意見は、下位に入れてる方が僕は好き。というかね、僕はいいんじゃないかなっていう考えですけども、まあ非常に、器用なバッティングしますし、状況に応じたバッティングも非常にできる選手ですので、2番っていうのも、ありかなっていうふうに思います。はい。で、長野の先発、結果に、未来が描けない。まあ長野さんの先発っていうのは結構コメントとしては多かったですよね。うん。やっぱベテランを使うんじゃなくて若いのを使ってほしいっていうところは皆さんの中に、あるんじゃないかなというふうに思います。で、井上投げるたびに自信を深めている感じ。うん、僕もそれは思いましたし、あ、一つ目の質問でも答えさせていただきましたよね。で、まあ、大江はマウンドであんな表情しないでくれよ。うん、まあ確かにね、結構表情に出てるなっていうところはありますと。まあ実際今コントロールが結構乱れてたりとかしてて、ちょっと不安な表情がね、出たりするんで、やっぱりその表情一つでも相手がね、分かったりとか、あれ、テンパってるぞとか、うん、しんどそうやぞっていうのが伝わるんでね。まあ、その、相手に伝わったら、なんか結構こう、相手がノリノリになったりとか、勢いを増してくるっていうのもあるので、やっぱりあんまりこう、表情を変えないっていうのも、すごくいい長所というかね、西谷投手が非常にこう、思うんだけど、それ見てて。うん、そういったところって非常に、まあ、人の性格にもよるんだと思うんだけど、非常にそういうポーカーフェイスっていうのは、僕はいいんじゃないかなっていうふうに思いますと。で、萩尾は戦う姿勢が伝わってきて素晴らしいっていうところですけども、僕もね、めちゃくちゃ思いますと。で、あんだけバット振れて、うん、あんだけね、ハッスルプレイができるっていうところは、ね、物おじしてない証拠だと思うし、なんとかこう、掴んでやるというかね、レギュラーを掴んでやるのっていうところは非常に感じるんでね、萩尾選手ね、まあ、上がってきたからにはね、次は絶対落ちずにね、頑張ってもらいたいなというふうに思ってます。はい、そんな感じで今日10問、まあ、ランダムで、まあ、適当にって言い方あるけど、ポンポンポンみたいな感じで選ばせてもらいました。で、まあ、その、まあ、いろいろね、やっぱみんなさんもね、思ってることがあるんで、もういつもね、ほんま100件以上とか、もう100、150件とか、多い時だったら400件とか、コメントをね、一つの動画にいただくんで、ぜひね、こういう企画っていうのは、今後もやっていきたいというふうに思うし、みんなの意見がね、まあ、僕の動画の中に、組み込まれるというかね、そこで僕が、それに対してどう思うかっていうところも、ちゃんと話せるようにね、僕もしっかり考えていきたいというふうに思いますし、皆さんもね、しっかり、考えてというか、まあ、いいコメントをする、必要はないと思うんですけど、いろいろ考えとかね。うん。その野球議論ができるようなコメントをたくさんしていただけるとね、こういう感じで、動画の中に自分のコメントが載るかもしれませんから、これからもコメントよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。